言語の部屋へようこそ。さあ今回はですね、母音を理屈で理解するという動画です。子音と母音ってありますよね。発音で子音と母音で、母音っていうのが日本語だったらあいうえおのことで、で子音っていうのはかきくけことかさしすせそうのくとかすの部分というふうに、まあ、言われるんですが、母音と子音何が違うかって説明できます？多くの方がそれを説明できないで、なんとなく母音、子音っていう風に、まあわかるよねっていう風に、考えていると思うんですが、まずね、そもそも母音とは何なのかっていうところから、この動画では理解してもらって、そして、じゃあ我々が、あいうえおみたいに発音しているときに、口の中で一体何が起きているのか。つまり、我々はどのようにして、あいうえおみたいな母音を発音し分けているのか、そういう仕組み、メカニズムを解説していこうと思います。なので、この動画は、英語のそれぞれの母音について、こう、一つ一つ解説していくみたいな、そういう動画ではありません。もう、そもそも、そういう、英語なり何なり、外国語の発音を理解するにあたって、必要になる、超基本的な理解っていうものをしていただこう。そういう動画になっています。でね、こう英語の発音を解説しますみたいな動画で、こう結構ね、それぞれの人の感覚でこう説明をしている動画が多いと思うんですが、別にそれはそれでいいんですよ。ただその人の感覚っていうのが客観的な事実と大きく異なっている場合があって、まあその人の感覚はそれをそれで尊重するべきなんだけれども、まあ、学習者としてはそういった感覚的な話と理屈っていうもの、まあ、両方に触れる必要があるだろうと私は思うんですよ。文法についてもね、まあ、ネイティブはこういう感覚で使っているっていう感覚的な情報も必要だし、この文法はね、こういう仕組みなんだよっていう、まあ、参考書に載ってるような理屈っぽい理解も両方持ち合わせていた方がいいだろうと、まあ、バランスが大事だよねっていう話で、まあ、この動画では理屈の方を説明しますので、まあ、皆さんは両方にバランスよく触れながら発音に対する理解を深めたり、こう練習をしてね、上達したりっていうふうにこうしていただければいいなと思います。それではまず母音とは何かっていうところから解説していきましょう。母音と子音は何が違うのかっていうことなんですが、まず画面右側にね、左を向いた人間のこう顔の断面図っていうのが書いてあります。でこの黒いところが骨なんですけど、まあこのね、周りのあんまり発音に関係ない部分は省略されています。これ何がどうなってるのかっていうの大体わかりますよね。ここが鼻で、上唇、下唇があって顎で、ここに前歯が上と下に生えてますね。でここにベロがあって、鼻の空洞と口の空洞っていうのがここでこう隔てられているわけですよ。まあ、舌先で歯茎からこうやって手前になぞっていくと、ここに当然壁が、まあ、天井がありますけど、これ口蓋というふうに言います。まあ、ここに漢字出しておきますが、口の蓋と書いて口蓋と言います。でこの口蓋という言葉は後になってこの動画の中で出てくるので、後でね、口蓋って言われた時に何のことか分かるように覚えておいてください。それで、鼻の空洞と口の空洞がここで合流して、でこっちに行くと気管ですね。こっちに行くと気管、つまり肺に行く空気の通り道で、こっちが食道、まあ、食べ物の通り道で胃に続いているわけですよね。そういうわけで人間の口の周りはこういうふうになっていますと。そこで息っていうのはどういうふうに出ますかっていう話なんですが、当然肺から出ますと。で肺を出発して、口や鼻から出るわけですが、このね、声門っていうところを通って出るんですよ。でこの声門っていうのは何なのかっていうと、このね、声を出す時に震えてるとこあるでしょ、まあ、これなんで震えてるかっていうと、声帯っていう2枚のひだがあって、この2枚のひだが、まあ、普段は隙間がこう空いてる状態で息が出入りしているわけなんですけど、この隙間をキュッと締めてあげて、その間に無理やり息を通すと、この2枚のひだが震えるんですね。まあ、こうやって我々は普段声を出しているわけなんですが、まあ、これはあれですね、金管楽器とかやる人は唇をピンとやって、でここを唇震わせるじゃないですか。まあ、僕できないんですけど、そんな感じで、ここの2枚のひだを使って息を出しているということなんですね。で、まあ、この声門というのはその2枚の声帯の間の隙間のことです。だからまあ声帯を通ってっていうとちょっと語弊があるんですよね。声帯というのはあくまでひだのことなので、その間の隙間を通って口や鼻に到達しますよということで、まあ声門という言い方をします。で大事なのはこの声門を通って鼻や口から息が出ると、この時に、はい、舌や唇を使って息の流れを邪魔してあげると子音になるんです。要は何も息の流れを邪魔しないと、まあ当然音は聞こえませんよね。ここ
ここで例えば舌をね盛り上げて、この口蓋との間の隙間を思いっきり狭めてあげると、フッ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 っていう音が出るんですね。これが子音です。唇を使ったら今度みたいな音が出ます。これは子音ということになるわけです。一方で息の流れを邪魔しないのが母音なんです。つまりあいうえおっていうふうに発音するときに、我々は息の流れをどこでも阻害していないんですね。こういう特徴を持っているのが母音なんです。これが子音と母音の違いということになります。そして母音の特徴というのはもう一つあって、母音を発音するときっていうのは必ず声帯が振動するんですね。じゃあ一方で子音はっていうと、さっきね子音の例として出したフッフッフッとかフッフッみたいな音っていうのは声帯が振動していないですよね。じゃあ子音っていうのは声帯が振動しないのかっていうと、そうじゃなくて、今発音したような音を声帯を振動させながら発音することもできるんですね。とかみたいなの。でもこれっていうのは、まあ、母音じゃなくて子音に分類されると。要は子音と母音を決定的に分けている部分っていうのは何なのかというと、息の流れを邪魔するかどうかっていうところですね。で、声帯の状態をさっきのフとかフみたいな子音の時と同じ状態にした上で、息の流れを一切邪魔しないとどうなるかっていうと、何も音が出ないんですよ。ただ呼吸をしてるだけになっちゃう。まあ、そういうわけで母音を発音するときっていうのは、息の流れを邪魔しない代わりに声帯が振動していると、そういうことになります。これで、まあ、子音と母音の違いというのが分かったでしょうか。まあ、決定的なのはここですね。息の流れを邪魔するかどうかというところです。ここでちょっと疑問を抱いた方がいるかもしれません。息は肺から声門を通って口、鼻から出るということなんですが、あれ母音を発音してるときって鼻に息抜けてるかと。今ちょっと鼻詰まってるんですけど、あいうえおっていう時に鼻から息出てるかっていう、口からしか出てない気がするというふうに皆さん多分思われると思うんですけど、その感覚というのは正しいんです。でもこの図を見たら、肺から出てきた息、ね、ここを通っていったら鼻と口両方からね出ちゃうじゃないかと。唇でこう口からの出口を封鎖すれば鼻からしか出ないってなるわけですけど、でも鼻への出口は塞ぐことができないじゃないかと。でも母音を発音するときって鼻に息って抜けてない気がするよなということなんですが、実は我々こう、母音に限らずほとんどの子音もそうなんですけど、口蓋瓣と呼ばれる部分を持ち上げることで、鼻への通り道を塞いでいるんですね。口蓋瓣と読むんですが、この口蓋瓣どこかというと、ここです。これここね動くんですよ。今ね僕の口の中見せても気持ち悪いと思うので、ぜひねスマホのライトとかで自分の口の中を照らしながら鏡を見てみると分かると思うんですけど、ここ動くんです。で動いてこういう風になるんです。こういう風になると鼻への通り道が塞がれて、ああという風に発音できると。なので母音を発音するときは口蓋瓣が上がっているということにも、一つ母音を発音するときのメカニズムとして、押さえておいてほしいところかなと思います。でちなみに口蓋瓣を上げないで、発音する母音というのもあります。これがフランス語とかポルトガル語とかに存在する微母音と呼ばれるやつです。日本語の中にもね存在するはするんですけど、我々普段意識していないと。具体的にはどういうものかっていうと、フランス語だったらあとかうんとかあみたいな母音です。普通のあおみたいな母音とはちょっと違いますよね。こういう微母音と呼ばれるものであれば、口蓋瓣がさっきみたいな状態になって下がっていて、鼻にも口にも息が抜けると、そういう状態になっているということですね。ただ普通の母音というのは口蓋瓣を上げたこういう状態で発音するよということですね。我々ね普段こんなところが動いてるなんて全然意識してないですよね。では続いて母音の分類方法という話をしていきましょう。ここまでね母音と子音は何が違うのか、母音とはそもそも何なのかということが分かったかと思いますが、じゃあ母音、我々どういうふうにして様々な母音を発音し分けているのか、口の中で一体何が起きているのかということをここからは解説していきたいと思います。イとオは何が違うのかということですね。まず先ほど説明したように、母音を発音するときは息の流れを邪魔しないんですね。でこの息の流れを邪魔しない範囲で息の通り道の形状をうにゃうにゃ変えてるんですね。こうやって息の通り道をうにゃうにゃ変えてあげることで、様々な母音を我々は発音することができるわけです。で具体的にどういうふうにして息の通り道の
形っていうのは変わっているんでしょうか。その息の通り道を変える方法というか基準ですね、母音の分類の基準というのが3つあります。はい、3つ何かというと、まず1つ目唇の形ですね。もうこれは外から見て分かりやすいですよね。うん、唇をすぼめたりすぼめなかったりするわけで、非延伸母音と延伸母音と呼ばれる2つの、まあ、分類があります。で、まあ、2つの分類っていうんですけど、この母音は非延伸、この母音は延伸っていうふうにこう綺麗に分けられるというよりかは、思いっきりすぼめるのか全然すぼめないのかいうふうにある程度のグラデーションはあるんですけど、まあ、2つに分類するとしたら非延伸と延伸というふうに分けられるという話ですね。まあ、具体的な話は後で E と O の例を挙げながらやっていきたいと思います。じゃあ母音の分類基準、あと2つあるんですが、何かというと、1つは下の位置ですね。こうなってくるとちょっと分かりづらいですよね。下の位置があいうえおって発音するときに動いている、まあ、動いているのはなんとなく分かるにしても、どう動いているのかっていうのはこうちゃんと理解していない方が多いんじゃないかと思います。じゃあ具体的にどう違うのかっていうことなんですが、まあ、前舌母音、後舌母音っていうふうに、大きく2つに分類されます。でそのね、前舌後舌っていうのもこう2つのデジタルなこういう分類ではないので、グラデーションがあるんですね。なので間に中舌母音というものが設けられることもあります。まあ、前舌後舌、前後ろっていうふうに言われてもイメージつきづらいわっていうふうにね、思うと思うので、まあ、具体的な話は後でしていきます。とりあえず母音の分類基準3つを押さえてほしいなということで、3つ目は開口度ですね。うん、広い母音と狭い母音があるよと。これもね、当然グラデーションがあるんですけど、こういうふうに、母音というのは唇の形、舌の位置、開口度、この3つの基準によって、分類することができるということです。で、この開口度というのも、顎を動かすこの度合いだというふうに思ってしまうと、ちょっと不正確な認識なので、具体的な例を挙げながらこれから解説していきます。では、イとオ、何が違うのかということなんですが、母音の分類基準、ね、さっきまで表示してましたが3つ覚えてますか。唇の形と舌の位置と開口度ですね。じゃあ「い」と「お」がそれぞれどういうふうに違うのかっていうのを見ていきましょう。まず唇の形は分かりやすいですよね。で、あの日本語の母音についてね、言及するときにこう大げさに口を動かす人がいるんですよ。あいうえおみたいに。でも我々普段喋っているときにこんなに口を動かしていないですよね。というわけで、まあ、自然な唇の形を考えてみると、イ、イっていうのはこう大げさに動かした時みたいに思いっきり横に引いてるわけじゃないんですよね。イってやってないですよね、普段。イ、イ、イですよね。一方でオっていうのはこう自然に発音した場合でも唇がこう少し前に突き出るんですね。これが延伸母音と呼ばれる母音の特徴なわけです。そういうわけでイっていうのはこう唇を横に引く母音っていうわけではなくて、こう唇をすぼめない母音なわけです。だから非延伸母音とい こう分類になるわけですよね。で、おっていうのは先ほど見たようにこう上唇と下唇が近づいて、横から見た時に少しおお唇が前に突き出ると、そういう特徴を持っている。これが延伸母音というふうに呼ばれる母音です。さて唇の形はね、外から見て分かるので、分かりやすいんですけど、下の位置とかいうのはちょっと分かりづらいですよね。ここでさっきの断面図を使って「い」と「お」っていうのを発音するときに我々の口の中がどうなってるのかっていうのを見てみましょう。はい、まあね、先ほど説明したように口外反がどちらも下がっていて、あ上がっていて、鼻への通り道というのは塞がれてるわけですよね。で、まあまあまあそういうところは置いといて、何が違うのかっていうのを見てみると、下の形全然違いますよね。でこれ大げさに書いてるわけじゃないです。本当にこう横から機械を使ってねスキャンしてみると、こんぐらいねうねうね動いてるんですよ、舌って。で、じゃあ「い」と「お」では舌の形がまず全然違うということなんですが、この2番舌の位置っていう話をするときに、もう形が違いすぎてね、舌の位置っつってもどこに注目したらいいか分かんないと思うんですよ。でじゃあどこに注目するかというと、この口外との隙間が最も狭くなっている部分です。ちょっと言い方を変えれば、舌の中でも口外に最も近づいている部分です。ここに注目すると、イの場合はこの辺がこう口外に近づいてますよね。一方でオの場合はどうかっていうと、後ろの方が口外に近づいているというふうに言うことができます。なのでイとオでは舌の位置がどう違うのかっていうと、イは前寄りの母音だと、一方でオは後ろ寄りの母音だと
いうことになるわけです。これが下の位置っていう話です。ご理解いただけたでしょうか。続いて開口度ですね。開口度っていうね、この字面を見れば口の開きの度合いのことを言ってるんだろうと、つまり顎がどれぐらい下がるのかっていうことで、この開口度というのは判断するんだろうというふうに思われると思うんですが、そこはね、まあ、確かにもちろん大きくこう関係はするんですが、本質ではないんですね。本質的なのは顎の開き具合ではないと。じゃあ何なのかっていうと、さっき言ったように母音を変えるっていうのはどういうことかっていうと、息の通り道の形状を変えるっていうことなんですよ。つまりここの空洞の形状が変わるっていうのがポイントなわけで、顎の位置っていうのは本質的ではないんです。じゃあ開口度っていうのは何なのかっていうと、ここのね、赤い点と口蓋との隙間の広さです。なのでこの状態で顎を下げたら、当然ここの隙間も広がるし、顎をこう近づけてこういう風にしたら隙間も狭まるわけですが、顎を下げた状態でここまでね、隙間を狭めればイっていう風に、まあ、イが発音できるわけですよ。ちょっと不自然ですけどね。まあね、楽に自然に発音したかったら、顎を開かないでこう口を閉じた状態で、舌をこう持ち上げてあげればもう十分こういう狭い隙間ができるので、いいんですけど、まあ、ともかく大事なのは顎の開き具合ではなくて、ここの隙間の大きさということですね。で、この隙間の大きさを見てみると、これ結構狭いですよね。で、狭すぎてこれ以上狭くしちゃうとイーっていう風に息の流れを邪魔しちゃうんですよ。この通り道が狭すぎて。そうすると今度子音になっちゃうわけなので、もう子音にならないギリギリのところで発音するのがイという母音だということです。一方でオはどうかっていうと、ここの隙間まだまだ余裕ありますよね。もっと近づけようと思えば近づけることもできると。一方で舌がこうやって盛り上がってるので、逆に言うとこの盛り上がりを抑えてあげれば、ここの口蓋との隙間が広がりますよね。なので、めっちゃ狭いわけでもないし、めっちゃ広いわけでもないんですね。ここのおっていう母音を発音する時のここの隙間というのは、そういうわけでいっていうのは狭母音と呼ばれる母音です。でおっていうのは広母音と狭母音の、まあ、間の母音ということになります。でこのね、こう用語の読み方がね、これは前舌母音、後舌母音っていう風に音読みする人もいます。あとこれは後舌母音じゃなくて後ろ舌母音っていう風にこう振り仮名を振ってるのも見たことがあるので、読み方があんまりこう統一されてないんですよね。で僕なんかは前舌母音、後舌母音っていう風に音読みします。そういう人も全然います。でこっちの方、開口度の方は狭母音、広母音っていう風に読むことが多いんじゃないかな。まあ、強母音、高母音っていう風に音読みしてもいいんですけど、こっちもね、高舌母音っていう風に音読みしちゃうと、高舌母音と高母音で、高っていう音が共通してるので、紛らわしいんですよね。そういうわけで、こっちは音読みしても、こっちは訓読みするっていう人が多いんじゃないかなと思います。まあ、これをね、音読みしてる人も全然聞いたことはあるんですけど、少数派かなという風に思います。さて、母音の分類方法という話でした。唇の形、舌の位置、開口度というこの3つの基準によって母音というのは区別されますよと。我々は唇の形、舌の位置、開口度というこの3つのパラメータをいじってあげることで、様々な母音を発音しているんだよという話でした。でそれをイとオっていう日本語の母音を使いながらこう具体的に理解してもらったという形になります。それでは続いてですね、他の母音はどうなのという話です。他の母音残ってるのがアとウとエですけど、これはじゃあどういうふうにこう分類というか記述されるのかっていうのがね、気になるかと思うんですが、一旦その前にというか、まあそれを理解する上で国際音声記号というものを理解していただきたいなと思います。さて国際音声記号というのは何なのかというと、ここにね、国際音声記号の英語表記が書いてありますが、この略、インターナショナルフォネティックアルファベットの頭文字を取って IPA というふうに呼ばれます。 IPA 国際音声記号というのは、様々な言語の音声を記述するために用いられる統一的な発音記号ということです。例えば R っていう文字ありますよね。あのラテン文字の R っていう文字がありますけど、あの文字を書いてどういうふうに読むのかっていうのは言語によって違いますよね。英語だったら ra っていう音だけど、それが言語が変わったら raになったり、がになったり、まあいろんな発音があるわけですよ。そこでそれぞれの言語の辞書を見てみると、英語の辞書に載っている r の発音を表すための発音記号と、イタリア語の辞書に載っている r の発音を表すための発音記号と、ドイツ語の辞書に載っている が の発音を表すための発音記号っていうのが全部同じ
R だったりするんですよね。まあドイツ語とかは違う発音記号を使ってるものもありますけど、こういうふうにそれぞれの言語の中で、まあ、もっと言うとそれぞれの辞書の中でこう統一的なルールがあればいいっていうのがそれぞれの辞書の発音記号なんですよね。でもそれだと違う言語同士の発音を比べるときに不便ですよね。 R って同じ発音記号で書いてあったら同じ発音なのかっていうとそうじゃないっていう現象が起きているわけで、同じ土俵で比べられないわけですよ。そこで様々な言語の音声を記述するために、まあ音声を記述するっていう表現自体がちょっと言語学かじった人じゃないとすんなり通じづらいかもしれないんですけど、まあ様々な言語、いろんな言語の発音をこう統一的に分析してみようみたいな時に便利な記号として国際音声記号というものが開発されているということですね。でこの IPA を万能だとは思っちゃいけないんですけど、まあ便利に使っていきましょうと、そういうものですね。でこの動画は母音の基礎を理解しましょうっていう動画でしたよね。国際音声記号で母音を表す記号っていうのはどんなものがあるかっていうのを紹介したいんです。はい、こんな感じです。いっぱいありますよね。28個とかあったと思うんですけど、まあいっぱいあると。でこれ全部覚える必要全然ないです。本当に全然ないです。まあ僕なんかはこういろんな言語に興味がある人間なので、まあ、IPA というものを目にする機会は多いんですけど、それでもこの辺はまあめったに見かけないですね。この辺とか、まあ、これとかこれはまあめったに見かけないものですね。なのでまあこの記号自体を全部覚える必要はないし、それは全然本質的なことではないわけです。でもその代わりこの四角形、台形がありますよね。これが何を表しているのか、この台形の見方だけは理解してほしいなと思います。だから例えば化学、化学が専門の人でも、元素周期表を全部覚えてるかって言ったらそんなことないわけですよ。もちろんね、好きで全部覚えたとか、いつの間にか覚えちゃったみたいな人はいると思いますけど、全部覚えていなくても化学の研究っていうのはできるわけですよね。でも全部の記号とその、ね、位置を覚えている必要はないけど、じゃあそれぞれの列とか行が一体何を表しているのか、同じ行にある元素同士はどういう関係にあるのかとか、そういうことは理解しておく必要があるわけですよ。それと同じようにここにある記号っていうのを全部覚えていただく必要はありませんが、この四角形の見方だけはしっかり理解しておいてほしいなと思います。ではこの四角形、はい、記号を抜くとこうなりますよね。まあ、これどうなってるのっていうと、さっきまで紹介していた母音の3つの分類基準、唇の形と舌の位置と開口度ですね。そのうち、唇の形以外の舌の位置と、開口度、この2つを表している図です。つまりイみたいな前舌の狭母音であればここで発音されるよっていうふうにこの図の中に書き込むと。でさっきまでは出てきませんでしたが、国際音声記号では前舌、後舌の間に中舌というところを用意しています。そして狭母音と広母音の間をこう3等分して、間の2つを半狭母音と半広母音というふうに呼んでいます。で、後で日本語の母音を使って、あいうえおはどこにこう分布するんだろうっていうことを見ながらこの図に慣れていただこうと思います。ではね、このスライドでは国際音声記号を紹介しようということだったので、もう一回記号を示して一通りこの母音っていうのを発音してみようと思います。そうするとね、だんだんこう、あ、広い母音ってそういうことかとか、あ、前舌後舌ってそういうことかっていうのが、なんとなくこう理解できてくるんじゃないかなと思います。まず一番上のラインっていうのは、あ、もうそれ以上狭くしたら子音になっちゃうよと、そういう限界のラインを示してるわけですね。なので、これが E と。で、IPA のこの表っていうのは、このね、黒い点があるじゃないですか。この黒い点がその母音の位置で、その黒い点に対して左に書かれているものは非遠心母音、右に書かれているものは遠心母音です。この二次元の図だとね、下の位置が前なのか後ろなのか、そして、高いのか低いのか、つまり狭いのか広いのか、こういう2つのパラメータしか示すことができないので、まあ、しょうがないのでとりあえず点を打って、左に書いてるのが非遠心母音を表す記号だよ、右に書いてるのが遠心母音を表す記号だよというふうに表現しているということですね。で、まあ、これが非遠心母音の EEE です。でここから徐々に舌と口蓋の間隔を広げていくと EEE となるわけですね。で、まあ、目いっぱい広げた状態が AAA なんですね。でこの E と A の間をこれ3等分してるんですが、これね、後で説明しますが、舌の物理的な位置に基づいて、ここが等間隔、何ミリメートルで等間隔だねみたいな風に線を引いてるわけじゃないんですよ。これね、聴覚上の印象に基づいている
って言って、まあ、どういうことかというと、聞いた感じこれとこれの違いとこれとこれの違いとこれとこれの違いって同じくらいだよねっていう、そういう基準に基づいて等間隔に線を引いてるんですね。まあそういう点にも注意が必要なんですが、まあひとまずそれぞれの発音記号っていうのを発音してみると E、A、A、A です。この間にいるのが A と A の中間ということで、という母音を表しているわけですね。はい、では今度後ろに行きましょうか。分かりやすいのはこれかな。で、日本語のうよりもしっかり唇をすぼめて、でもっと後ろ寄りで発音するんですね。でこの後ろ寄りで発音するっていう感覚もね、うん、その感覚をこう伝えたくて今発音しているので、まだあんまり伝わってないと思うんですけど、まあこれはうじゃなくてう、う、うという母音です。これは唇をすぼめる遠心母音ですよね。この遠心母音という特徴を保ったまま、徐々に口蓋と舌の間の隙間を広げてみましょうか。そうするとうー、こうなりますね。で、まあ、一つ一つ発音するとうー、おー、おー、おー、こんな感じですね、うん、これはねあんまり出てこないです。はい、うー、おー、おー、おー。じゃあ今度前舌母音に戻っていえ、え、あ、これを唇をすぼめると、ここの右に書いてある発音になるわけです。イーエーエーエーかな、まあ、これはね、まあ、まず出てこないので発音できなくて全然いいんですけど、イーエーエーですね。この辺はあのフランス語とかドイツ語とかやってると出てきます。これとかはトルコ語とかにも出てきますね。これは唇をすぼめながら発音するというだけで、舌の形っていうのはイーエーエーと同じになっているということですね。で逆に口舌母音う、お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 、っていうのを唇をすぼめないで発音すると、ここの左に書いてある発音記号になるわけですね。う、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 です。逆に広い方からいくと、これが口を思いっきり広げてあ、あというふうに奥の方で発音する母音なんですが、ここから狭めていくとあ、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 う、う、こうなるわけですね。韓国語とかトルコ語だとこの2つを区別するんですよね。うとうを区別しなきゃいけないというのがあります。そして最後に中絶母音ですが、中絶母音はあんまり出てきませんので、まあ全然できなくてもいいですが、英語に出てくるんですよ、英語に。なので、まあ、できといた方がいいかなという感じではあります。まずここ、右にあるのが遠心母音ですね。なので、うーとイーの中間の発音。なので、イー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 、こんな感じですね。こうやって動かしてみるとわかるかと思うんですが、これはまあ遠心母音だと、イーイーみたいな発音です。そしてこれを唇をすぼめなければ、イーイーイーという母音になって、イーとウーの中間になるわけですね。で、まあ、この辺はまあできなくてもいいかなっていう感じですが、これはね、英語の辞書に載ってる発音記号でも出てきますが、これはね、この四角形の中心にいるわけですよね。要するに、前寄りでもなく、後ろ寄りでもなく、広くもなく狭くもない。っていう母音です。曖昧母音なんていう風に呼ばれたりもして、まあ、その発音あるいはこの記号にはシュワーという名前がついてますね。これはアーアーアーという発音です。日本語のアーアーは、まあ、この辺の広めの発音なので、それよりも少し狭い、このね口蓋と舌との間隔が狭いという特徴を持っているわけです。アー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 、まあ、この辺はねめったに出てこないんでできなくていいかなと、まあそういう感じになります。これでね、一通り国際音声記号というか、まあ、母音の仕組みというものについて、実際の発音を通してね、理解が深まったんじゃないかなと思います。で、この国際音声記号なんですけど、というか、この国際音声記号の母音の図について、誤解している人が多いというか、要注意なポイントを紹介していきたいと。3つあります。まず1つ目、あくまでも模式図ですということで、実際の下のね、さっきの断面図に書いた赤い点の動きと完全に一致するわけじゃないんですよ。なんかウィキペディアで母音っていう風に調べると、こんな風に図が載ってるんですね。左を向いている人の口の大きさと舌を盛り上げる位置にチャートは対応しているって書いてるんですが、実際こんな風に
綺麗に四角形を描くわけではありません。対応してるはしてるんですけど、もちろん完全に一致するわけではないよと。それから、まあ、これと関連してさっき言ったように、この線の感覚っていうのは物理的な動きをこう完全に反映しているわけではなくって、聴覚上の印象に基づいていると。もちろん物理的な分布もこれと同じようなものになるんですが、その感覚っていうものまで、正確に一致するわけじゃないよと。あくまでもこの感覚は聴覚上の印象に基づいているものだよということですね。そして3つ目、これはねちょっと別の方向の話になるんですが、はい、英語の辞書に載ってる発音記号、これ、ね、例えばこういう発音記号見たことあると思います。で、IPA のこの記号っていうのは、あっていう発音を表すんですよ。が、じゃあ英語の辞書にこういう発音記号が載っていたら、今みたいな発音を表すのかっていうと、まあ、そうじゃないんですね。英語の発音記号でこの記号で表される発音っていうのは、もうちょっと前寄りだったりします。こういうふうに、英語の辞書に載ってる発音記号っていうのは、もちろん IPA と概ねは一致するんですが、そもそも目的が違いますよね。英語の辞書に載ってる発音記号っていうのは、例えば、hat っていう単語と hat っていう単語と hot っていう単語がそれぞれ違う発音ですよっていうことさえ示せればいいのであって、それぞれの単語の発音が具体的にどういうものなのかっていうところまで示す必要はないわけなんですよ。なのでわざわざこうね、 IPA みたいな、国際的な統一的な基準っていうものを採用する必要がないと。だからむしろさっきの R の例なんかがそうですけど、 R っていう発音を表す IPA っていうのは普通の R じゃないんですよ。あれをね、逆さまにした記号を使うんですけど、だけど普通の R で書いた方が分かりやすいじゃないですか。見慣れない文字を使うよりもできるだけ見慣れた文字を使った方が分かりやすいと、まあ、そういう事情を考慮して英語の辞書の発音記号っていうのは決められているので、そもそも IPA と性質が違うんだよということを理解しておいてほしいなと思います。はい、それではですね、最後に日本語の母音について、あいうえおっていうのがどんな母音なのかっていうのをこの母音詞変形を使って理解してみましょう。そうするとね、まあもうここに答えが書いてあるんですが、あいうえおっていうのはそれぞれだいたいこんな文法をしていると。で、この四角、まあちょっと角が丸いですけど、四角で書いてるのが非円心母音、丸で書いてるのが円心母音です。順番に見ていきましょう。まずあっていうのは完全な広母音ではないんですね。完全な広母音だとするとこの一番下にいるはずですよね。でもまだここにゆとりがありますから完全な広母音ではないんです。完全な広母音だとするとあみたいな発音になると思うんですが、これはちょっと不自然ですよね。あ広い方だけどめちゃめちゃ広いわけではないというのが日本語のあですね。次い、これもこの角っこにいるわけじゃないですよね。ここにいるのだとしたらいみたいな発音になるんですが、そこまで極端な発音じゃないということで、いという母音は、まあ、ここら辺に位置していると。そしてうですよ。さっきね、四角が非円心母音だよ、丸が円心母音だよというふうに言いました。で、日本語のうはざっくり分類すると非円心母音に分類されますが、いや、うって唇すぼめるんじゃないのっていうふうに思った人も少なくないんじゃないかなと。で、実際日本語のうっていうのは全く唇をすぼめないようなうっていう発音でもないし、しっかり唇をすぼめるうっていう発音でもないんですね。なので正確性にこだわる場合は弱円心母音とか微円心母音っていう言い方をすることがあります。で、さっきの IPA の表だと U の文字がこの右上にありましたよね。ここでもこれは思いっきり狭くて思いっきり後ろで発音するうっていう母音、これはまあ唇のすぼめ具合も違うし、舌の形もね、日本語の場合はこんなに後ろじゃないというので、うっていう母音はここに位置するわけですね。そしてえもまだ前にゆとりがありますよね。これが IPA だったら E の文字がこの端っこにいるわけだけど、これね、端っこにいるんだけど、そこまで前寄りじゃないんですね。思いっきり前寄りにするとこの辺だったらえっていう発音になるんだけど、ちょっと日本語の母音としては不自然ですよね。みたいな発音をするというよりかはまあこんな発音ですよね。まあ、完全な前述母音ではないというのはそういうことです。そして最後にお、これは日本語の母音の中では唯一のしっかりした円心母音です。しっかりしたといってもそんなにね、めちゃめちゃ強い円心性を伴っているわけではないんですけど、こう、おみたいにね、強い円心性を伴うわけではないんだけど、まあ、円心母音には分類されると。それから、えとお、どっちもね、この IPA の表でいう、e とか o のアルファベットで書かれる母音よりかは広いわけですよ。これと、
これの中間にいるわけですね。そういうわけで、ここの2つの線の間に「え」と「お」は分布しているよということですね。こんな感じでね、さっきの IPA の母音を全部発音してみようっていうのと、日本語の母音を母音紙変形の上でこう見てみようっていう、この2つをね通して、だいたいこの母音紙変形の見方とその実際の発音との対応というのが分かってきたんじゃないかなと思います。こういう風にして見てみると、日本語の母音っていうのはこう端っこまで使ってないですよね。まあ要するにコンパクトということができるわけです。実際に英語と日本語で、顎の開き具合っていうのをこう測って比べてみると、日本語の方がずっとちっちゃいんですよね。そういうことがこの図からも見て取ることができるわけです。そういうわけで今回の動画のまとめです。でまとめなんですけど、物事を記憶に長期的に保存したいのであれば、思い出すっていうことが大事なんですね。はい、まあ、テスト効果っていうのがあったりするんですが、ここでは答えを言いませんので、母音と子音の違い何だったっけ、母音の3つの分類基準何だったっけ、言えるかなっていうのを試してみてください。で、言えなかったらそれを説明しているところに戻って確かめてみるというふうにして、復習をしてください。そして3問目、最後はこのチャートを見て、これとこれをまず探してね、で発音しそうになっちゃったそれぞれ発音してみましょうという問題です。これはね、人によって得意不得意があるので、理屈は理解したんだけど難しいなっていう人もいると思いますが、チャレンジしてみてください。でちなみにウィキペディアで国際音声記号とか言って調べてもらうと、この記号が出てきます。記号一覧のところに。でそこからそれぞれの記号をこうクリックすると、それぞれの母音を解説しているページに飛びますので、そこから音声を聞くことができます。そういう風にしてね、それぞれの母音を聞いてみると面白いかなという風に思います。それでは最後に宣伝ですね。今着ている服とかね、こういう T シャツに限らずですけど、いろいろなこうグッズを作っております。でデザインがね、この IPA の母音だけじゃなくって、まあ、子音もそうだし、発音関係のものに限らず言語関連のものをいろいろと作っていますので、概要欄からチェックしてみてほしいなと思います。それからずっとここに置いている発音教材ですね、中身こんな感じのものです。気になる方はチェックしてみてほしいなと思います。でここに日本語と比べ、アメリカ英語と比べるというふうに書いてあることからも分かるように、日本語とアメリカ英語それぞれと比べながらイギリス標準発音というのを解説しています。なのでアメリカ英語を目指したいという方にとっても、この動画で解説しているような発音の基本的な理論理屈というものを学ん でそれからイギリス発音と比べながらアメリカ発音を学ぶということができると思います。特に子音についてはね、アメリカとイギリスでの違いが母音に比べたら大きくありませんから、ほとんどそっくりそのまま学習に活用することができると思います。でそれから発音レッスンの方もやっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。それではまた。